どうも皆さんこんばんは、本日も23時30分となりました。8月13日第40回目となりました。私のラジオのお時間です。はい、生放送来ていただいている方ありがとうございます。ポッドキャストとかあと動画で見ていただいている方もありがとうございます。まあ、40回目、はい、頑張っていきましょう。はい、いいですね。はい、もう40まで積み上げたか、結構早かったですね。はい、まあなんやかんやありましたが、はい、無事に第40回を迎えております。私のラジオでございます。本日は、朝からお墓参りに行ってきました。はい、いつも言ってましたが、気分いいんでね、お墓参りというのは。はい、私別に霊魂とかそういうこと信じるタイプでは全然ないんですけれども、まあそんなことは関係なしに、まあ思い出すというかね、自分のそのなんていうか、おじいちゃんおばあちゃんを思い出す、そういう機会をね与えてくれるんで、はい、お墓参りは好きなイベントです。はい、行ってきました。うん、で、まあ、田舎なんですよ。で、田舎のお墓なんですよ。で、そうやな、まあ、都会の方がどういうお墓にこう入っておられるかあんま知らないんですけど、まあ、言ったら一番、例えば東京とかで有名な青山霊園とかあるじゃないですか。六本木ヒルズの近くに。あの方もすごい多分区画綺麗でね、バチッと整頓されてると思うんですけど、田舎のお墓のイメージあんまりない方もおられるかもしれないですけど、結構適当なんですよね。なんかもう昔からのなんかポンと与えられた土地で、なんか豪華なお金持ちの家のお墓はすげえ豪華で、でなんかまあお金そんなない家とかはちょっとボロいみたいな、それとかなんかまだ木のお墓があったりとか、こう外場みたいなのがまだ建ってたりとか、結構なんかこういろいろ個性豊かなんですよ。で、俺のところもまあ結構個性豊かで、なんやかんやこう土葬とかそんなことじゃないですよ、そんなんじゃないんですけど、なんかお墓の統一感が全然なくて、もう乱立してるみたいなね。みんなそれぞれ区画をもらってるんですけど、その区画もなんかそのどういう風に割り振られたのかちょっとよくわからないみたいな。で、基本死人って増える一方じゃないですか。減ることはないですよ。だからどんどんまあ上から積み重なってね、どんどん名前も増えて、まあ場所はどんどんなくなっていくわけなんですけど、なんか最近その親父が言ってたのが、一回綺麗にしようみたいな話がちょっと行政の方で出てるらしいと。うちのお墓のエリアを。で、それどういうことかっていうと、そのもうまちまちにね、みんなそれぞれ適当に建ててるし、それぞれまちまちになんか土地の広さとかもなんか合ってないようなもので、隣とのその枠組みとかも合ってないようなものなんですよ。それを、まあ別にね、そんな多く欲しいという方はそんなおられないと思うんですけど、まあ統一して、もっとそのお墓参りとか管理しやすくしようやないかみたいな、そういう動きがちょっと出てるらしいんですよね。で、なんかでも難しいじゃないですか、それって。めちゃくちゃどうやってやんのって言って、いやほらもう一回全部なしにしてね、整地してで綺麗にするしかないわなみたいな話らしいんですよ。無理やん、言うても。そんな区画整理するっていうの無理じゃないですか。実際ちょこちょこやるのってもうシムシティですよ、言ったら。まあ、テーマパークを作ろうみたいな感じですよ。お墓を作ろうですよ、本当に。一旦もうお墓を全部ダダダダって破壊して、破壊というか全部一回そのなしにせんと、ゼロにせんと、上をね、なんともならんやん。
だからもうご先祖様ももう大混乱やろなと思って、もう掘り返すとかまではそのしないかもわかんないですけど、そのほんまにね着手するとなれば多分まあある程度は掘るでしょうし、でなんやろその次ね上に誰が入ってきはるかもうわからへんわけじゃないですか。自分が静かに寝てて、で上ね、上一応親戚の人らが入ってくるんやろと、自分の息子とか自分の孫が入ってくるんや思ってたら、もう全然よう知らんギャルみたいな子が入ってきた、いやそれはギャルみたいな子が入ってきたらいいですけど、もうクソババアみたいなのが入ってきたりとか、そういうこともあるわけじゃないですか。全然知らんやつ入ってきたんでみたいな、それはちょっとどうなんかなっていう、まあ入った時はね、もう一生俺はここにいるんやろうなと思うんか知らんけど、でなんか どうすんねろなと思って、はまあね面白い、まあ楽しみですよどうなるか。でうちの親父がここに埋めてほしいねんって俺に言いよったんですよ。ここに埋めてほしいって、ピンポイントにそんな埋めてほしいとこあんのって言って、じゃあまあ一般的にお墓って皆さんこう墓石がドーンと立ってるじゃないですか。でうちも一応あるんですよ、墓石があって何々家の墓って一応書いてあるんですよ、田中家の墓みたいな感じ で書いてあるんですけど、そのお墓とは別になんかさらにまたなんかなんていうんですかね、あれこうなんていうの、畑みたいな感じ、畑って言ったらあれかな、なんか畑のこうなんていうんかな、あれなんていうの、あれ土がちょっと盛り上がった斜めのね、斜めに土が盛り上がった細長いスペースみたいなのがあって、そこにも骨を分けてその埋めてるみたいな、埋めてるんですよ。でそこのなんかまあ自分の実のお母さんと実のお父さんとうちの親父のね、うちの親父のだから僕のばあちゃんとじいちゃんのその間にできれば埋めてほしいんやみたいなことを親父が言いよったんですよ。へえって言って、親父もそういうなんかちょっと乙女チックなとこあんねんなと思って、意外なこと言うなと思ったんですよ。そのここに埋めてほしいなんて急に今日言い出したから、へえそうなん、まあええけどなって言って、まあそうなんやと思って、ほなおかんがもうすかさず、私は海な、私はここへ、私は海なしてなみたいな感じで、もう即絶対お前の横には入らへん感がすごい、もうええけど仲良してやって、もう一応死ぬまでは仲良しといて、死んだら先は知らんけど、もうその私も横に入ろうみたいな、そういう可愛げのあるね奥さんやったら俺は嬉しいなと思うんです。もし自分の奥さんが、私も横に入りたいわ、あなたの横で一生いたいわみたいな、死んでからもあなたの横にいたいわって言ってほしいやん。もう親父がここに入るって言った瞬間、私は海なみたいな、もう全くもう添い遂げるような気持ちゼロ、もう完全に、はい、はよもう花いけてみたいな、もうすごい怖いっていう、まあ恐怖の墓参りでございました。はい、ではさ、自分のテーマでちょっと喋りますかね。まあ40回ってまあキリがそんなに いいわけじゃないんですけど、まあ YouTube のことをちょっと今日は喋ろうと思うんですよ。はい、もうすぐ多分チャンネル登録数が、まあ、6000人に到達すると思います。多分まあ今月中ぐらいには行くと思います。で、まあそれと同時にというか、まあ再生回数も700万回を、まあ、超えまして、まあまあまあ、もうペースはもう全然変わらないんですよ。もうあんまり動かないと言いますか、こう、チャンネル登録も爆発的に伸びることもないし、まあ、まあ、淡々と増えていく。で、再生回数も当然淡々と増えていくと。で、だいたい今、そうですね、YouTube の収入が10万ぐらい。だいたい。まあ、いつも言ってますけど、10万ぐらいなんですよ。
で、まあこれは多分チャンネル登録数から考えると相当多い方だとは思います。はい、多分チャンネル登録数に対してこう見る方が多分多いと思うんですけど、チャンネル登録数だけではね、こう収入というのは測れないんですよ。収入というかね、再生回数というのは測れないんで、はい、まあ私は割と再生回数がある方なんですが、で、そうなんですけど、もう最近ちょっとまあ停滞気味というか、自分の中の自分の心の中でこうどうしようかなと思ってることがあって、まあこれは相談っていうことでもないんですけど、もう自分の中ではある程度こう区切りつけていかないといけないなっていうことがあって、それがその自分がね、どうこうやっていっても、まあ現状で今のスタイルのままだったら、多分まあ今のまんまの感じで伸びていくんですよね、多分。それ分かってるんですよ。でずっとそうやってきたんですけど、今のスタンスのまんまやったら今のまんまの感じで伸びていく、はい、もうこれはもう間違いないんですよね。伸びなくはないと思う。だからマイナスになることはないと思うんです。減っていくってことはないと思う。まあ緩やかに、本当に緩やかにずっと右肩上がりに増えてきて、まあ多分これからもずっと右肩上がりに、その再生数にしろチャンネル登録者数にしろまあ増えていくんだろうと思うんですよ。で広告単価とかが変動すれば、収益に関しては変動することもあるかもしれないですけど、まあそれも含めてこう底上げはできていくだろうとは思ってるんですよ。でもまあよく考えたらなんですけど、やっぱ爆発みたいなことは起こってないんですよ。うん、こう爆発みたいなことを起こそうと思ったら、多分違うことをしないといけないんですよね。違うことをしないといけない。例えばそれこそ本当に YouTuber チックなことだったり、顔出ししてこうね、それこそ祭りのくじ引きに行かなあかんと思うんですよ。まあほんまに爆発させようと思ったら。でそういうことは今のところはできないし、やろうとも思ってないですね。やろうとも思ってない。でどうしようかなと思って、その時間を何に使おうかなっていうことをまあいろいろ考えるわけなんですよ。で自分がね、まあご飯も食べていかなきませんし、まあ自分の仕事は自分の仕事で、まあ他の仕事もたくさんたくさんやってるんですけども、その YouTube にこう咲いてる時間っていうのはそれなりにあるんですよ。やっぱそれなりに動画っていうのは時間もかかりますし、まあ労力もかかるんで、でその大量に上げてた時あったじゃないですか。まあここ最近ちょっと落ち着いてますけど、1日にこう例えば5本とか6本ぐらいをゲーム上げてた時って結構あの2ヶ月ぐらい続いたと思うんですけど、まあそれまあ試してたんですよ。要はいろいろ試してて、でああまあこんなもんの反応かっていうのがまあ正直な感想で、まあまあこんなもんと。だからつまりその更新頻度はそれなりに重要ではあるものの、まあめちゃくちゃ大事なわけじゃないっていうことは分かったんですね。というのが、皆さんが見るのに限界があるんで、見てもらおうと思って、まあせっかくファンになってもらっても1日にそれは僕が上げてる量は見れないです。皆さんは絶対全部は見れないじゃないですか。例えばもう今ラジオしか聞いてないという方も結構いると思うんですよ。無理やから、多分ラジオですらも1時間でしょ。だから通勤の途中でポッドキャストで聞いてくれてる方とかでも、それでも通勤の行き帰りで全部は聞けないみたいな。だから3日に1回ぐらいのラジオをちょうど3日に分けて聞くみたいな感じとかが、まあ大体そんなもんかなと思うんですよ。というのが私の大体そのリスナーさんのメイン層というのはやっぱり社会人ですし、例えば人の親だったりとか、あと責任のあるポジションの方だったりとか、まあそういう方がやっぱ多くなってくる。そしてこれから先もどん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 それが多くなってくる、増えてくる。まあ時間が経てば経つほど、今まで暇だった方もどんどん忙しくなり、今でもまだ学生の方でもどんどん忙しくなりっていう風に、まあどんどんなってくるわけで、でまあどんどん見れないくなると思うんですね。はい、簡単な動画じゃないんで、僕の場合は一本見てそれで終わりっていうものじゃないじゃないですか。もう結構めんどくさいじゃないですか。1個
ナンバーワンから見始めてナンバーワン、ツー、スリーと見ていったらもう最後までね、見ないといけないゲームってそういうもんですし、まあまあもちろん途中でねもう 見るのやめたという方もたくさんおられると思うんですけど、見ようと思ったら結構時間もかかりますし労力もかかりますし電池もかかりますよね。はあ、でじゃあね、僕がその思いっきり更新しててそれで追いつけないだろうなと思ってまあ更新してて、でその期間があって でちょっと本当に一回試してみたいんですけど、例えば1ヶ月生放送も一切しない動画も一切出さないっていう風に私がもしじゃあ9月の 1ヶ月1月はそうしますって多分やったとして多分チャンネル登録者数もなだらかに増えると思いますし、再生回数も多分今と変わらないんですよ。これが私のチャンネルのまあ特徴なんですよ。全然変わらないんですよ。別に1日1本しか動画を上げなかろうが1日100本上げようが基本もう今となってはあんまり変わらないんですよ、マジで。再生回数ってほんでもうなんていうんですかね、だからなんか違うことを考えないとまあ時間の無駄っていうか、その自分的にはですけどなんか効率が悪いっていうんですかね。うん、だからまあ正直それはまあもちろん自分の実力不足であるところが大きいんですけど、だからなんか作戦をもう一回考え直さなければいけない時期に来てるなっていうのはちょっと思いますね。うん、趣味としてはもう絶対やらないです。趣味として YouTube なんては絶対やらないです俺は。はい、もう 100% 仕事と思ってやってます。だからゲームもそうですよ。はい、まあ普段ゲームをしないっていうのも本当にそうなんですけど、もう趣味としてゲームっていうのは自分の中に入ってないんで、もう本当に言ったらゴルフ行きたいですから。で、あ、でまあそう、まあある程度ね、でもまあある程度まあ形にはなってはいるじゃないですか。だからまあ簡単に言えば僕が多分明日から動画を一切出さないようになっても収入はもう変わらないんですよ多分。まあ、リピートしていただいてる方もたくさんおられますし、まだまだ新しく偶然見つけて見てくれるっていう方もいっぱいいるんですけど、まあ、そういう方もまだまだ見るものがいっぱいあるじゃないですか。ただ見てないものがいっぱいあるということがこの間のアンケートでもうはっきり分かったんですよ。本当に全部見てる、全部見ました、全部しかも2週以上見ましたっていう方も本当にいます。本当にこれいるんですけど、でも当然ですけど新しくチャンネル登録してくれてる方、例えばここ1年ぐらいでチャンネル登録してくれてる方が全部見るのは不可能ですわ。時間的に不可能、絶対無理なんで。ということは俺を見つけて本当に気に入ってくれた人が最低でも全部見ようと思ったらやっぱダラダラしながらでも2年ぐらいかかると思うんですね。ということは俺のチャンネルっていうのはもう1個1人捕まえたら2年ぐらいは持つって話になるんですよ。まあこれが多分他の方と全然違うんですよ。他の方と違う戦略でやってきたからこうなったんですけど、はい、いるかなみたいな、いるんかな俺が動画これから先とか思い始めて、うん、だから逆にじゃあもうそのすごいゆっくりしたペースで動画を上げていけばいいのかなとか、その何か跳ねる瞬間を待つっていうのはありかなと思うんですよね。でそれこそそのちょうど例えば1ヶ月ぐらい前についにウームからお誘いがあったって言ってた時に、例えばウーム加入しますとかいう話になったらまたちょっと別で空気が動いてた可能性もあるんですけど、まあそんななんていうか根性もなければそんなにやる気もなくみたいな、まあ言ったらこの YouTube だけで飯食っていけてるわけじゃないんで、というかむしろ私の収入の中で YouTube の収入ってもうめちゃくちゃ比率が小さいんですよ。なので今の段階では力を入れる
のは、まあ、はっきり言ってナンセンスな状態なんですよ。もったいないというか、まあ、もっと他のことに注力した方がいいみたいな、まあ、よく言われるんですよ。そうやってね、そうやってよく言われるんですよ。で、俺もそう思うんです、そう思うんですけど、まあまあまあ YouTube のその利点っていうのがすごくあるので、まあ YouTube は YouTube で大事にしていこうと思ってるんですけど、まあ大事にしていくこととその激しく更新することっていうのが、まあ、そんなにリンクせんくなってきたなーとかちょっと思い始めてて、はい、なんかそのそうっすね、だからどっかでね、その偶然でもいいからなんかラッキーが起こって跳ねるみたいな、そういうことをちょっと待ってもいいかもなと思ってるんですよね。まあ別になんていうか、これが例えば3年このチャンネルを放っといて、で3年後にもう一回見た時に多分今とそんな変わらないと思うんですよ。再生数、チャンネル登録者数の増え方は多分増えてると思うんですね。3年経った時減ってないと思うんですよ。減ってないと思うし、まあ多分落ち着いてると言いますか、まあもちろんそのコメントとかは減ってるかもわかんないですけどね、別に多分そんなに変化はないだろうなっていうふうに思ってるんですよね。はい、ちょっとね、ちょっとまあ考える時期に来たかなみたいな。はい、まあその簡単に言えばこう皆さんね、こう見てるよ面白いよとか結構言っていただいて本当嬉しいことは嬉しいんですけど、やっぱそのなんていうんですかね、客観的に見た時にまあそのチャンネル登録者数の伸びも緩やかですし、まあ再生数、そのトータル再生数は多いですけど、それはまあ動画数が多いっていうことがまず結構、動画数が多いっていうのと、まあ自分の戦略がハマってるっていうことが合ってるだけで、その私自身の人気なのかどうかっていうのがまあちょっと定かではないところで、でその力不足でこうもう一歩跳ねないなみたいな、だからなんか結構アクセル踏んで本当にこの2ヶ月ぐらいやってたんですけど、この2ヶ月ぐらいアクセル踏んでるにもかかわらず、結局今までのようにアクセルを踏んでない時と全然スピードが変わらないみたいな。だから40キロぐらいでも走ってたわけじゃないですか、ずっと。だいたい40、50キロで走ってた道で、100キロぐらいまで自分的には踏んだんですよ。踏んだんですけど誰も抜けないと。で、景色もあんまり変わらないって感じやったんで、だからまあ多分やり方もダメなんでしょうし、ちょっと、まあ、なんやろね、なんかもったいなく感じ始めてきたと言いますか、どうしようかなってちょっと悩んでるんですよ。まあその前向きな悩みとしてね、へこんでるとかそういうことじゃないんですけど、別に全然やられてるとかへこんでるとかそういう感じじゃないんですけど、そうそう、なんか労力に対していまいち結果ついてこないので、まあじゃあ簡単に言えば、じゃあそないにええもんでもないぞと、じゃあどうしようかなみたいな、本当にいいものを作る努力をした方がいいのか、それともこのままダラダラやっていってそれでいいのか、ちょっとまあちょっとその戦略としてまた考えないとこういけないなみたいな感じで思ってんすよ。本当にそう、ほらね、もうコメント欄でも例えばシルバー事件かなりやばい展開なんで失礼します、もう見てくれてるってことですよね。でドラクエ2動画を見ててゲーム内容の鬼畜さんにもだえてますって言ってくれてるんですよね。でこれもう今の動画じゃないんですよね。もうもちろん今の動画ももしかしたら見てくれてるかもわかんないですけど、基本的に昔の動画をこうやって見てくれてる人が多いです。でそれ何回もループしてくれてる方とかが多いんですね、私の場合は。なのでこれ今こんな動画を上げるよっていう意味ってっていうのが、まあ、いまいちこう自分の中でこう見つからなくなってきたんですよ。逆に、本当に逆に、なんか別にええかなみたいな、って思い始めて、まあそのだからこう
前も言ってましたけど、僕は動画数が多いせいで、多すぎるせいで、一本新しい動画をパッて上げても人はそんなに見ないんですよ、実は。あの、よっぽど真新しい、例えば何か新しいゲームを始めたとかだったら1本目とか見てくれることもあるんですけど、まあ後で見ようみたいなパターンがめっちゃ多いんですよね、当たり前ですけど。だから1本上げて、それ、その例えば新しい A というゲームを始めましたって言ってあげたら、とりあえず1本目見てくれても、ちょっと見に行ってはくれても、でも今見てるシルバー事件があるから、とりあえずその後で、今見てるドラクエ2があるから、とりあえずその後で、今見てるビルダーズがあるから、とりあえずエンドまでアップし終わらはった後で見ようっていう風に、まあ、なるんですよ。でそれで全然構わないんですけど、もちろん それを狙ってるんですよ、それを狙ってるんで、それで全然構わないんですけど、だからこそ、そうなると俺が頑張って更新する意味っていうのはないってことになるんですよ。ないというか、すごい薄いですよね。更新する動画をアップする意味っていうのがめっちゃ薄くなってきてて、でその意味ないとまだ言わないですけど、アップする意味がほとんどないなら、何か違うことをそれに、その時間に費やした方がいいかもしれないなとか思うんです。でだから、例えばそのモンハンで最近生放送とかよくやってるんですけど、モンハンダラダラ生放送やってるんですけどね、そんなんの方がいいのかもしれないとか思ってて、もうひたすらダラダラ何かゲームをやるみたいな、その動画を見せるためじゃないゲームみたいなことをやった方がいいのかな。なぜかというと、見てもらえるものがもうありすぎるから、いらんのじゃないかなみたいな、うん、すごいなんかね、どうしようかなと思って。まあ別にこれはね、言ったらなんていうの、あの贅沢な悩みではあるんですよ。簡単に言えば贅沢な悩みなんですよ。別にその伸びていかない人も いると思いますし、一応自分的にはね、ちょっとずつ伸びていってて、まあお金ももらえてるだけでも別に全然構わないんですけど、構わないじゃないですか、全然。多分ゲーム実況で顔出ししてなくて、顔出し、名前出ししてなくて、月10万、一応広告収入で10万取れてるやつってそんな多くないですよ、言っても。もちろん少なくはないですよ。上を見たらキリがないですけど、そんな多くもないはずですよ。だから、それなりの、まあ言ったら、爪痕は YouTube には残したってことですよね。 YouTube、Google さんからそれなりの収益は毎月もらってるってことなんですよ。で、目立ちにくいですしね、絶対わからんと思いますし、チャンネル登録6000弱ぐらいでそんな金入ってきてるなんて多分誰も気づかないと思いますけど、うん、ただまあもうそれをね、倍、3倍っていうか10倍ぐらいにしたい、最終的にはしたいんですよ。ちゃん10倍にするためには、まあ何が必要かなとか思って考えてるんですけど、そのどうしようかなみたいな、あと10年ぐらいで10倍になれやなとか思ってるんですよ。でどうしようかなとか思った時に、何を伸ばせばいいのかがいまいちわからなくて、やっぱまあ新規顧客を取らないといけないんだろうなみたいな。新規顧、その商品は例えばある程度用意はできてると。問題はその営業、新規営業力が悪いわけじゃないですか。で新規営業力を高めるためには何をすればいいんだろう、露出をしないとダメなんだろうなみたいな、なかなか難しいです、それもね。うん、あ、そう、もうちょっとそう考え、悩んでるというかね、考えてるというかね、どうすっかねみたいな、どうするのがいいかねみたいな。うん、なんか皆さんは俺のチャンネルがどうなってほしいかみたいなのが、まあそれぞれ皆さんあると思うんですよ。でこうしたらいいのにっていうのとかもあるとは思うんですけど、うん、例えばもうもっともっともうひたすらレトロゲームばっか上げてくれっていう方もいると思いますし、もう一生カラオケだけやってろっていう方ももしかしたらいるかもしれませんし、もっと新しいゲームとか、もうどん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 その激しいゲームやってくださいっていう方もいるかもしれませんし、
うん、なんかそれとかそのガチ勢になってほしいとかゲームね一個極めてほしいとかそういう希望を持ってる方もいるかもわからないですし、もうラジオだけやっとけ雑談だけやっとけって方もいるかもわかんないですけど、何をね何をやっても全部同じようなところにこう集約してしまって、何かこう真新しさが自分の中でない状態にこう陥ってまして、だからまああんまりこうモチベーションも上がらないというか、うん、その動画撮ったところでっていうのがね、うん、こうなんか難解な悩みなんですよ本当に。まあ本当贅沢な悩みであるんですけど難解な悩みなんですよ。うん、なんかね、まあ、このテーマにもちょっとそのこのテーマにも近いかもしれないですね。この勇者教布教活動っていうテーマ、あのリクエストテーマをもらってるんですけど、これどういうことかというと、そのありがたいことにね、その勇者さんをもっと他の人に知ってもらいたいんですけど、どうやって布教活動をしたらいいかが分かりませんっていうことを言っていただいた方がいたんですよね。だからその何をしてほしいかっていうのを言ってくださいみたいな、どうやってこう言ったらいいですかみたいな。でそれ俺も分かんないんですよ正直俺も分かんないんですよ。でどうやってそのね、どうやって広がっていくものか、例えばまあいつも言ってるのツイッターとかやったらいいねを押すよりもリツイートしてほしいとか、まあそういう話はよく言ってますけど、もうそれぐらいしか思いつかなくて、うん、なんかじわ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 草の根運動みたいな感じで増えてはいっているんですよ本当に。じわ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 なこう草の根活動で増えてはいってるんですけど、ドカーンってこうドーンって跳ねるようなことが今のとこ こうないんですよ本当に。そうだからね、確かにそうよね、なんかねこうそやね、その業界の上の方とのコラボが望ましい。そうなんかね、自分が結局何かしらもっとそのねこう目に触れる機会を、その好き嫌い関係なくですよ、こいつなんやねんって思わせる機会を何回か作らないと多分今と全然変わらないですよね多分。その増え方もなんか動画の再生のされ方も多分変わらない。うん、なんか、まあ、悩ましいところではあるんです本当に。これがでかといってその跳ねるための策が思いつかないというか、なんていうか、あるんだろうけど、こう例えばその何かやっぱやらないといけないなっていうぼんやりとはありながらも、いろんなことでこうためらってる自分もいてみたいな感じなんですよ本当に。そう難しいですねこれは。なんか例えば特定のゲームをずっとやってる方とかで、その大会で優勝するとかさ、いや例えばよ、例えばの話ですよ、大会で優勝するとか、その特定のゲームにおいて何かしらその大手の、本当に大手のでかい YouTuber さんとかに紹介されるとか、テレビで紹介されるとか、それとかそうやな、何があるやろう、まあなんか公式のなんかその運営さんと仲良くなるとかさ、でそういうのあるじゃないですか、そういうのでズバーンってこう跳ねるみたいなっていうのとかがあると思うんですけど、それもねやっぱ結構ね運の要素も強いから、今で言ったらずっとつもぎりしてるみたいな感覚なんですよ俺は。別になんかずっとつもぎりしてるんですよ。で別に手悪ないんですよ、なんか手悪ない感じっていうか、まあ感触は悪くないんですよねずっとなんかハイは来てるような気がするんですよ。だからでも肝心要のここ入ったらテンパイっていうところに入らないっていうね、ずっとつもぎりしてるんですよ。なんかリーチかけたのは早かったんけどなーみたいな
リーチ早かってんけどなみたいなとか、そのて、まあ、医者天まで早かってんけどなみたいな、もうここのカンちゃんが入らないみたいな、もうずっとつもぎりしてるみたいな感じで、何を積もってきても、まあつまり積もってきてるのがゲームだったり、その企画だったりするんですけど、自分で何を積もってきても、うん、入らんな、でパーンってこう積もぎりの連打で、もう悩むな、うん、いやキッズ層はね多分ハマってくれないんでほとんど意味がないんですよ。キッズだとだからキッズ層へのアピールが弱いっていうのが俺の最大の弱点ですわ、はっきり言って。キッズにもう全く受け入れられないのですよ私は。でもそりゃそうやって、そりゃそうですよ、俺キッズじゃないしキッズの気持ちわからんじゃないですか。でキッズ向けにね何も言ってないんで、そのキッズも困惑ですよ、俺の動画を見ても。何がおもろいねんって絶対思うと思うし、こいつ何の話してんのとか、そのねおすすめするのにリスクが出てくると思うんで、まあやっぱり基本おっさんおばさん狙いになるんだと思うんですけど、難しいっすね本当に。なんかそのそうやな、難しいよな。だからその生放送、例えばこの間言ってた話ですけど、じゃあもうクリアするまで寝ませんみたいな感じで、そのロープレイ、新しいロープレイを例えばやるとするじゃないですかね。新しいロープレイをが出た時にクリアするまで寝ませんってやったとして、それを見に来る、それを生放送で見に来るのってキッズなんですよおっさんらそんなん興味ないから見に行かないじゃないですか、おもんないし。そんなでそれ見に来るのキッズなんすわ。だから意味ないんですよ結局。その根付きはしないと俺思ってて、そんなものが、そんなものでは、でそんなもので根付いたとしたら、そこに合わせていかなあかんのもしんどいと、違うと。でしかも今までの俺の財産が使えない、違うと、違うやんけって話になるじゃないですかもうどうなんやろなって。だからまあいいんですけど、まあとりあえずちょっとそのまあペースを落としてもいいかなと思ってんすよ。うん、まあ考える時間を取ろうかなって、本当に自分の中で、まあ、戦略を考える時間だったり、あとは、まあ、前々から本当やってみたかって、マイクラとかはその一部やってるんですけど、もっと編集とかを入れて、こうなんていうんですかね、ギュッとやっちゃうっていう、その今までのおじさんおばさん向けよりかはもうもっと分かりやすくギュッと縮めるみたいな感じのことをやっていこうかなとかはちょっと思ってる。うん、なんかその変えてみようかなみたいな、多少なりとも。うん、まあもちろんその喋りのトーンとかリアクションとかがもう今更変わるもんでもないんですけど、例えばそのもう、まあ、やっぱホラーとかがすごい、まあ皆さん褒めてくれるんですよ、ホラーを。だから俺ホラーもうほんま嫌なんですよ、マジでやりたくないんですよ。まだ未だにスマホのやつ最後やってないですから、もう嫌でやってないんですけど、もう嫌でやってないからやるかと思って、嫌なことをやらないと人生っていうのはあかんって俺もうずっと思ってるんで、嫌なことをにこそチャンスがあることが多いから、もうこれやったら一回もうホラー特化で行くかみたいな。まあ例えばレトロ系の ロープレは常に1日1本ずつ出しつつも、あとはもう全部ホラーで行くみたいな、ホラー系で行くとか、そういう系で行ったのかな。ただ俺もほんま負担が半端ないんで、更新頻度が一気に下がるとは思うんですけど、もう胃が痛くなるんで、だからそういうのもまあありかもしれないですよね。うん、そういうのもありかもしれないですよね。なんかまあいろいろね、その考えることがあってこう悩ましいんですよ。まあ本当にいい悩みなんですよ。前向きな、
仕事に対する悩みなので、さあここからどうしようってことなんですよ。自分がずっとがむしゃらにただやってきて、で自分の戦略通り、ほぼ戦略通り動いてきて、で今に至るんですけど、ここに来て比率があまりにも変わらないのが自分的にイラついてきたんですよ本当に、はい、普通チャンネル登録者さんが増えて見に来ていただいてる人が増えてきたら、普通だんだん雪だるま式に増えていかなければいけないのに、良くも悪くもずっとほぼ一定なんですよ。減りもしないんですよ。確かに減りもしないんです。チャンネル登録数はずっと増えてはいくんです。でも本当にこうまだ反比例のグラフっていうのを味わえないんですよ。で俺が今もやってる仕事とかでネットとかでこうお金を稼ぐとかになった時に、本当にそれも反比例のグラフを描くんですよ。こうめっちゃしんどい期間があるんですね。最初の1年とか最初2年ぐらいもう全く金入ってこないみたいな、でカッツン跳ねる瞬間があるんですよ。で僕はまさにそうやったんですね。ガシーン跳ねたんですよ。で跳ねた理由ももう分かんないんですよ。ただやってたからだけなんですね。ただ続けてて、同じことをずっと続けてたら、とある月でバスン跳ねたんですよ。でそのもうとんでもない跳ね方したんですよ。で、あ、切れた、ごめんなさい、切れてる、大丈夫、繋がったかな、大丈夫かな、繋がったかな、聞こえてますね、大丈夫ですね、ごめんなさい、切れた。とある瞬間でね、もうそのずーっと低空飛行だったものがガーンって跳ねた瞬間があったんですよ。でガーンって跳ねたら、今度は跳ねた状態でこう維持されたんですよ。維持されるようになったんですよね。だからすげえ不思議なんですけど、まあそういうことがありまして、そういうなんか謎のことがありまして、すいません、回線がちょっとおかしいみたいで、はい、途切れたり一部してます、ごめんなさい。はい、なんかおかしい、 YouTube がちょっとおかしいかもしれないです。まあ切れてないか、アーカイブになったら聞こえると思うんで、ちょっとごめんなさい、あのお許しくださいませ。多分アーカイブになったら大丈夫だとは思います。はい、 YouTube がまた攻撃受けてるんちゃう。で、まあ、まあまあまあそんな感じで、その難しいですね。増えてきたなって思った頃、増えてきたなとは思ったこと、まあ、だからずっと増えてはきてるんですよ。ずっと増えてはきてるんですよ。だから緩やかですわ。本当に緩やかなんです。本当に緩やか、もう本当に絶妙に緩やか、はい、だからつまり跳ねてはいない、跳ねたことはないですね、この数年で。跳ねたなって思ったことは一回もないです。ただ、まあ、緩やかには上がってきたというような感じですね。だから、まあ、謎というか、自分的には、そうやな、まあ、納得いかないことも多々あるんですけど、本当に、あ、すいません。なんか、本当に回線プツ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 切れてるみたいです。こちら側は通信いけてるんで、多分アーカイブになった時は全部綺麗に聞けると思います。ごめんなさい、ちょっと多分 YouTube サイド の原因だと思うんですけど、こちら側は問題なさそうなので、本当に切れる方ごめんなさい。まああと18分ぐらい一応喋りますけど、めちゃくちゃ調子悪いですね。 YouTube サーバーの問題だと思われます。はい、切れまくっとるな、確かにポコポコ切れてますね。なんかこっちで見ててもめっちゃ切れてます。すいません、多分見にくいと思いますけど、ただもうこれ俺なんともしようがないです。はい、こっちの通信はもう完璧に一回も切れてないです。はい、もう YouTube だけの問題ですので、ごめんなさいね、本当にごめんなさい、切れてました。はい、他の方の YouTube とかちょっと見に行ったりしてきたんですけど、やっぱりかなり不安定ですね。大手の方が配信やっておられたんで、そこも見に行ってきたんですけど、止まりまくってました。はい、ですので、まあ YouTube サイドの YouTube のサーバー自体が問題だったと思われます。はい、ちょっとこの今これ喋ってる、これ一応生放送また始めてみたんですけど、この配信
をあとまあ編集でくっつけて今回のラジオはアーカイブそのまんまアップすることになると思います。まあちょっと短いですけどね。はい、まあそんな感じでまとめると、まあそんな感じと、自分的には、うん、そうですね、まあこれからもゆるゆるやっていくのはやっていくんですけど、いろいろちょっと考えてることがあるっていうことですね。まあ今日結局それだけしか話できなかったので申し訳ないんですけど、まあとりあえずそういう締めで、はい、終わっときたいと思います。はい、すいません。はい、ごめんなさい。一応復活はしましたね。ただほんといつ切れるかわかんないんで、ちょっとそれも含めて怖いので、もう厳しいですね。ちょっととりあえず、まあラジオ配信に関しては今回はここで終わろうと思います。はい、でとりあえず非公開にして編集してからアップし直そうと思います。はい、すいません、いろいろちょっとトラブルがあってたので、まあちゃんと言い切れなかったんですけど、まあそんな感じ。まあまたね、自分でもちろんそのいろいろ計算してまあやっていこうと思うので、まあそこに関してはこう、そうですね、まあアドバイスをいただいてもできないことも多いので、まあ応援いただければ嬉しいかなって感じです。はい、ということで皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。This is Yusha Radio.